あれですか座ってお話座ってい、はいえー、それでは3.11大震災シリーズきょうはあの松浦翔次郎を元原子力安全委員会委員長にお越しをいただきました、えー、松浦さんは2000年から2006年4月まで原子力安全委員会の委員長を務めていました、えー、今の斑目委員長の前の前の委員長と いうことにあります、えー。日本の原子力の平和利用をこの推進してこられた専門家のお一人です。えー、今回の原発事故について、えー、他の原子力安全委員あの他の専門家とと,ともにこの今回の事故について、えー、国民に陳謝すると,とともに緊急の提言なども発表されたりしています。 えー、今日は最初に松浦さんに今回の原発事故について、えー、50分程度お話しいただ,いいただきまして、えー、その後質疑応答という形で進めさせていただきたいと思います、えー、司会進行は企画委員で NHK 解説員の柏です、えー、それでは松浦さんよろしくお願いしますご紹介ありがとうございますこんにちは原子力安全研究協会の 松浦昌次郎でございます本日はこの日本記者クラブの記者会見にお招きいただきまして非常にありがたく思っているところでございます今ご紹介いただきました中にもございましたように私はほぼ50年間原子力の道を歩いてまいりましたこれは もともとかなり子どもの頃から原子力をやろうと決めていたわけでありますがそれはどこまでも原子力が将来人間あるいは人間社会の役に立つというふうに思ったからではあります。それにもかかわらず自分の原子力人生のほとんど最後に至りまして こういう原子力の利用が社会に最悪を及ぼすようなことを起こしたということで非常に残念にまた社会に対して申し訳なく思っているところでございます本日はそういう反省も込めまして最近この2ヶ月においていろいろ情報を読んだり聞いたりあるいは考えたりしたところをかいつまんでまとめましてかつ今後について 私が今一番大事ではないいいいいかととと思思っててるところを申し上げさせたただきたいと思います今日はお手元に配らせていただきましたこの日本記者,カルブ記者クラブ記者会見概要という2枚の紙とそれからその後ろに電気新聞のウェブ欄というのがございますがこの電気新聞のウェブ欄にあの私が一番最近に投稿いたしましたものがたまたま偶然今日掲載されました。 でこの内容といいますか表題にありましたように想定外の安全確保という、まあ、こういう考え方でこれを文章をまとめたわけでありますがこの中身は今日お話しすることと非常に近いところがございますのでというよりむしろ本質的には全く同じことでありますのでご参考までに付けさせていただきました。で今日お話しいたまますすののはこのレジュメににありますように この5項目、一番初めについいいいててお話させたただきと思ますこの項目一番初めにというところで3月30日付の権限を出しましたのでこれに関する思いをまず話しさせていただいてそして次に現在の事故現場が私はどう受け取っているかということを簡単に申し述べさせていただきたいと思います。 事故の内容それ自身についてはもう皆様非常に多くの情報でよくご存じだと思いますのでそれに関しては省略させていただきます。でそこから3のところから本論に入りまして原子力安全確保の原則に関してどこが抜けていたかというその反省をしてみたいと思います。 それからまた今、想定外ということはけしからんというふうによく言われておりますが安全設計審査指針であるとかあるいは耐震設計審査指針などに書かれていることが今回の事故のいわば下準備をしたのではないかと思われているようなところがございますのでそれに対する私の考え方を示させていただきます。そして最後にやや あまり常に使われない言葉でありますけれども想定外問題トランスサイエンス領域というものについてどう立ち向かうかというこのことについて私の現在思っているところを述べさせていただきたいと思うわけです全体として50分の時間をいただいておりますのであのこれをずっと追っかけていってもしはみ出すようでしたら 適当に途中で省略させることを許していただきたいと思います。最初に、三月三十日付の緊急権限でございます。でこれは三月三十日付となっておりますが、実は、この次の三月三十一日に、民主党の総括副幹事長の近藤陽介先生に直接手渡す機会を作っていただきましたので、お手渡し,してご説明をさせていただきました。 しかしあの当然のこととは思いますが近藤先生からは、えー、現在の内閣は民主党が作っているものであるので、えー、民主党から内閣のやり方についてとやかく言うのはいかがなものかという、まあ、私どもからするとやや否定的なご意見をいただきましたがしかし、えー、幹事長に伝えるという、まあ、そういうお約束はだいたわけでございます。 そしてまたその時に私たちはこれを記者会見で公にしたいと思いますがと言いましたらそれにつきましてはどうぞ成し立って,てくださいということでご了解をいただきましたので次の日4月1日に文部科学省の記者会見場で記者会見をさせていただいて世の中に公表させていただいたわけでございます。こういういい権限を私たたたちのの仲間16人と一緒にししましたのは あちょうど事故が起こったのは3月11日でございますがそれからその月末までの間の様子を見ておりますと何かこういう大きな災害原色災害が起こった時に対応すべきとして定められていた法律があちゃんと生かされてないあるいはこのまま行って本当大丈夫かとこの我々仲間全員が思うようになりましてそれを何とか世の中に伝えたいということで。えー こういうい権限をしたわけでございますで、えーまあ、これはまずその事故が基本的にどういう事故かということについて、えー、中心で仕事をしておられる内閣の方々がちゃんと認識しておられるだろうかどうかというこれはまあ非常に僭越な考え方でありますけれども我々はかなり、えー、その真剣に懸念したわけでございます。なぜかとと申しますと 事故が起こりりまましたのは4つのはつ原子炉であります。そして4つの原子炉がほとんどその1つは、まあ、使用済み燃料がプールに入ってたということでありますけどそれも水が足りなくなって燃料が破損したあるいは一部崩壊したかもしれないとで3つの原子炉については明らかに、えー、原子炉の部分のある部分あるいはものによっては相当部分が崩壊していると思われると。これはあー 今までの世界で起こりました原子炉崩壊につながるような大事故最初に1979年にありましたアメリカのスリーマイル島の原子炉事故それからついに1986年に起こりました旧ソ連のチェノブイリ原子炉事故それがそれらの原子炉に含まれておりました高レベル放射性物質よりも量のかなり多量の 高レベル放射性物質が、えー、事故によってそこに福島原子力発電所に存在したわけでございます。でこれは考えようによっては我々はある種の戦争状態原子力における戦争状態かなと思ったわけです。で従ってそういう場合にはとにかく国を挙げて全力を傾けなければいけない。そしてその今そういう状態が戦争状態だということを 明確に認識するる必要があると、まあ、こんなふうに思ったわけでありますがそれまでの動きを見てますとなかなかそういうふうに思われていないのではないかというふうに思ったわけであります。まあ、こういうことでありますのでこの我々が相手するものであります4つの原子炉の放出物質すなわち未曽有の大きさを持ったコントロールがされていない高レベル放出物質をい、高レベル放がありま どう扱ったらいいかどう対応したらいいかという、まあ、それについて非常に難しい問題があるとしかもその現場は非常に厳しい作業環境になる、まあ、そういう中での作業環境をどう進めていくかについてぜひちゃんと考え対応していただきたいということそれからその次は原色災害対策の特別措置法これは ああ1999年に発生いたしました。まあそれまではあ日本で最悪と言われた JCO 臨海事故の時にその反省のもとに原色災害に対してどう対応するかという特別措置法ができたわけであります。えー、そしてそのそれに基づいてまたその対応すべきマニュアルもできたわけであります。そのマニュアルに従って、えー、対策本部ができ、かつ対応するべきとされるべきと思っていたわけでありますけれども。 様子を見てておりますととそういういいい形になっていなっい、まあ、これはやはりこれだけ大きな事故に対応するにはかなりその難しい問題を次々起こすのではないかというふうに思ったわけであります。例えばこの例の一つですがこういう大事故でその住民に避難してもらわなければならないような時はこれはこのスピーディーという放射性物質が放出された時にそれが その時の風向きやあるいはその他の状況によってどちらへどのように流れていくかということをあらかじめ前もって計算することのできる計算コードでありますがそれがすぐに使われていたはずでありましてかつそれが公にされそれに基づいて避難が適切に誘導されるということが本来この対策特別措置法の中では あ示されているわけでありますがあそれがなかなか示されていないというようなことがあったわけでありますそれからもう一つありますのは原子力関係者の総力を結集して対応に当たらないといけないと我々は思ったんでありますけれどもそういう仕組みがなかなかあが組織化もされないし動こうともしないで例えばその原子力の現場そのものはこれは東京電力さんの技術者に任せるというのが一番いいと思いますが 国が最大限の注意と努力と力を発揮しないといけないのは周辺のの住民の安全確保でありますそれにつきましてはどの場所がどのように汚染しているかあるいは汚染した場所についてはどう対応すればいいかというのは少なくともその放射性物質がどこにどのようにあるかを測定することによって対応を考えないといけないわけでありますが。 この測定をやろうと思いますと非常に人数も多くいりますしかつある程度の技術的知識もないとできないわけでありますのでそういうための組織化等がなされるのが当然だと思ったんですがなかなかそれもなされないといまだにこれは十分でなされて十分なされているとは私は思っておりません。そういういことがありまして なんとかこういうことを考えて対応してもらいたいというそういうことからこういう権限をした次第であります。でそのうち見ておりますと我々の権限がどれくらい役に立ったかどうかはよく分かりませんがずっと様子を見ておりますと少なくとも対策,本部対策本部で自動的にそのようにお考えになってきたのかどうか は明らかではありませんけれどもおおよそ我々が申し上げたようなように対応が動いいてててきているように私は見ておりますで現在の事故現場の状況でありますけどこれはあの皆さんあのテレビ新聞等の報道でよくご存じかと思いますがあ昨日1号炉の原子炉建屋内へ入ることができてそして今後の作業の準備が始まったと。 まあこれはあの今後の対応していくステップとしては非常に重要な大きなステップであろうと思いますしかしながら今後の原子炉建屋内での作業というのは非常に厳しいものだと思います時間が限られかつ放射線レベルもかなり高いところがありますので非常に段取りよくかつ着実に仕事を進めないとなかなか効果が上がらないものではないかと思いますしかしながら今まで のところも実は各原子炉がどのように事故を発生させどのように壊れていってかつ今どういう状況にあるかというのが非常に詳細にはよく分かっていないというのが実態のように私は思います。これはあの今まで出てあの報道されている情報からしか我々はあ分かりませんけれどもその情報から見る限り、えー、あまり明確に現象の状況が把握,把握されているとは思えない。しかしか 実はこれは今後もこのどういうふうに事故が進展したかそして原子炉がどういうことになったか今どうになりつつあるか今後どこに落ち着くかこういうことは実は今後の事故の原因経緯を調査する上でも最も重要なことであります。またこれによって今後の原子炉安全に対する対応を立てる上での重要な知識がたくさん得られると思いますので。 ここれが非常にに今後重要なことになるととる思いますで現在のところはとにかく放射性物質が発生する熱をなんとかあの冷やすわけでありますがあ今の冷やし方で、えー、たくさんの水を入れますと放射、えー、性物質に汚染された水がどんどん出てきますので、えー、それは廃棄物が非常に増えるということで、えー、バランスをよく取りながらかつあの温度を上げないようにして、えー、作業を進めないといけないという非常に微妙な状態にある。 で例えばニュース等によりますと3号炉の温度が少しずつ上がってきてどういうことで上がってきてるのかよくわからないというふうに示されておりますがこれはまさにそういうことの一つの表れではないかというふうに思っているわけですそしてまた現場の作業環境というのは非常に厳しいものですこれはかなりその瓦礫等が処理されたとは言われておりますが やはりがれっから出てくる。その放射性物質が飛び散るというのは。いかにこのマスクをかけたり、何かしてても内部被曝の可能性を持ちますし。また、一人でに現場の放射線レベルが高いと、汚染被曝をいたしますので。非常に厳しい状態です。で、特に今後、その気温が上がってまいりますと。こういうところの作業はタイベックスという、非常にあの密封性の高い。 作業服を着て作業するわけでありますがあれは密封性がいいだけに非常に汗がかきやすいんですねしたがってその厳しい作業をやりますとすごい汗をかくことによって熱中症になる可能性があると。で 現場に交代で出かけている一人でありますけれどもその人からの報告によりますと熱中症の患者を何人か治療したことがあるとで現場の作業環境をよく管理するような産業医がかなりこれから定常的に作業してくれないとこういう放射線被曝にかかわらずのみならずその労働災害も起こる可能性があるというそういうことを聞いたことがありまして。 これはこのことを芸職安全委員会の方にもお伝えしたということがございました。しかし、こういう厳しい労働環境というのは今後のその事故の安定化。それからその安定化した後にあの事故路をどう処理をするか、最終的にどこへ持っていくか？ これをずっと進める中でこういう厳しい労働環境産業環境というのは変わりがないと思いますのでこういう点でこういう長期戦に対応できるような環境整備あるいは組織整備それからそのための医師による管理そういうのが避けられないのではないかと思います。でここで話が少し変わりますけれども 原子力安全確保原則への反省というこういうことについて私はこのところかなり正直なところ悩んでいるわけでございます。でどのようなその原子力安全に関する規則だとかあるいは教科書だとかそういうものを見ましても原子力安全確保の第一義的な目的は 従事者とそれから一般公衆の放射線障害を防止するということでありますでこれは国際原子力機関が出しております原子力発電所の安全管理というそういう文書が技,技術文書がございますがその文書の中にも、まあ、第一番目に重要なことはこれであるというふうに書かれておりますまあ、これは当然なことでありますそして誰もこれについて疑いを持ったことはありませんでした そして一方で原子力施設例えば原子炉ですが原子炉を建設する時に許可や認可が必要なわけでありますが原子炉の許可に関しては原子炉規制法というのがございます。これは原子炉だけじゃないですが核燃料物質についても同じ法律のもとに規制されるわけでありますがこのところで設備を建設しようとした時の許可の要件の最も重要なところには その施設が放射線障害防止に支障のないものであることというこういう条件が入っておりますこれもやはりその先ほど申しました原子力安全確保の第一義的な目的を達するためのもう不可欠の条件でありますこれ自身は問題のないところでありますそして えー、こういうことを一番基礎的な条件にしながら安全確保の基本的な戦略といいますか、まあ、やり方は深層防護思想であるとかそれから多重障壁設備を作ることそれから、えー、ソフトの点では安全文化品質管理というのも大原則として安全確保をするようになっております。 で深,層深層防護思想といいますのは実はこれはハードソフト両方を含むものでありまして内容はもう当然のことでありますけれども、えー、まず物を作るものに物を作るに関しては確実な設計をして、えー、かつその安全も確認しそして十分な技術を用いて作りなさいと。 で作るまた運転の部分においてはいつもその故障とかあるいは技術的な失敗をしないように十分な管理をしなさい故障を起こした時それが事故に発展しないような手立てが,手立てが取れるようにしなさいそして最後は故障がどんどん大きくなって事故に発展した場合最後の最後はその事故によって放射物質が放散される時には あ、周辺住民に退避をしてもらうことで、放射線障害の防止を図りなさいとまあ、こういうことになっているわけです。で、まあ、そう。しかし、その作用のレベル、その対比あるいは避難のレベルになるまでに収、えー、めるために、えー、放射性物質原子炉の中でできる。放射性物質は何重にも閉じ込めるとえー、現象の燃料の被覆管圧力、容器あ格納容器。それから原子炉建屋とまあ、こういう何重にも。 障壁を立てることで防災物質の放産は防ぐということになっておりますそしてそれが確実になされるように、えー、全ての業務においてあるいは全てのレベルにおいて安全を第一としてものをするというその安全に、えー、価値を 認識してその価値に応ずるように物事をするという、まあ、そういうものの考え方行動の仕方これを安全文化と,、まあ、とまとめていっておりますが安全文化を健全なものにして運用をしなさいとそしてソフトにおいてもハードにおいても品質管理をしっかりとすると、まあ、こういうふうになっているわけであります。 で今回の事故は先ほども申しましたけれども放射線防護を防ぐためには一番最後のレベルである避難をしてもらうということで実現できたわけでありますまあ、このことから実はその深層防護の思想の中の第5のレベルを発動することによりまして 安全確保の第一的目的とする一般住民の放射線障害の防止ということは、これは果たせたといえば果たせたわけであります。しかしながら考えてみますと、この避難をしてもらったということのために、実はその生活人々の生活がほとんど保護されることがなかった、生活を防護することができなかった、 それからコミュニティも防護することができなかった。これは考えてみますと、その非常にまあ、不手際なことって言いますかね。人の一人ずつの体だけを放射線防護から守れば、それで放射線から守ればそれでいいかというと、人間の社会っていうのはそういうものではないはずではあります。すなわち人の生活、コミュニティの存在、まあ、それをちゃんとやらないといけない。 それからこの特に災害弱者への配慮が非常に不十分なものであったと考え方を突き詰めて言いますと放射線防護というのは結局生物学的に人間を考えてそしてその人間の放射線障害を守ったというこれに尽きるというかそかかから先は考えてななったのかなと。人とコミュニティをどう防護するかという視点が欠けてしまったのではないかと。 これは私はは私今後の非常に大きなな問題ではないかと思っております原子力の安全確保という中で単に放射線障害を防止するということだけではなくて人を全体としての生活を防護するあるいはその人が所属するコミュニティをどう防護するそれがなければこれから先社会に受け入れてもらえることはなくなるんではないかとこう危機感を覚えざるを得ないわけであります。 それで、まあ、そこから先でありますがそれじゃあその生活を防護するコミュニティを防護するということを実現しようとすればどうすればいいかといえばこれは極めて簡単な話でありますがしかし難しい話でありますが多量の放射性物質をその原子炉施設の外へ漏らすことがないもう決定的に漏らすことがないというそういう原子炉にせざるを得ないということであります。ここのように原子炉を作るるとができるか あるいはそれをどのように実証するかえ、これが今後の大きな問題ではないかという風に思っております。が、次にこのよく現在問題にされております。安全設計審査指針、それから耐震設計審査指針え、これに不備があったのではないかというまこれがよく今批判の対象になっておりますが、これについて少し申し述べさせていただきます。 で最初にこれはもう当然のことですが誤解のないように付け加えておきたいことでありますが安全設計審査指針といいますのはこれはあの法律ではありませんあのだからこれを守らないと罰則があるとかそういうことは特にないわけであります。あのまあ、法的な観点から申し上げますとこの安全設計審査指針あるいはその他のいろんな安全審査指針がございますが、えー、耐震設計審査指針もその一つでありますが これはいずれもその原子力安全委員会の内規であります。で、原子力安全委員会は何かの施設の許可を出す時の安全審査をする場合にこの内規に従って審査しますということを公表しているわけであります。で、しかしながらこれはあの内規でありますので、必ずしもこの審査指針に従ってものを進めなくても。 審査指針が要求する目的をちゃんと果たすことができればその方法を使ってもよろしいわけでありますまあ、こういうものと理解しといていただきたいと思いますまあ、そうは申しましてもこの審査指針の内容それ自身は実はそう簡単にいい加減に作ったものでは全くありませんでこれは現在ではほとんど世界的に言って言いますか国際的にほとんど共通のものの考え方で出来上がっておりますまたそういう体系となっております したがって、まあ、そういう点から言いますとこの内容は世界的にもスタンダードなものとなっておりますしまた内容を決める時には多くの専門家が集まって議論した上で合意して,合意して策定いたしますから実際的にはもう法律と同じくらいの効力を持っておりますし また、これに従って審査されますので、実際にその設置しようとする事業者の人たちは、まあ、もっぱらこれを参照して、これに合うようにものを作るわけであります、また運用もそのようにするわけであります。まあ、こういうことから審査指針を策定するというのは、現職安全委員会の最も重要な責任の一つだというふうになっております私も、私自身も安全委員会にいるときには、そのように認識しておりました。 でそのところで,では現在のこの安全設計審査指針の中で今回の事故に絡まってどこが問題であったかというのにつきましてはもうすでに報道等で指摘されておりますが全交流電源に関する指針これは指針27ということでありますがこの中身を端的に申しますと長期間の全交流電源喪失は考慮しなくてもよいというそういう指針になっております。 あの言い方はいろいろありまして、えー、短時間においては全交流電源が喪失した場合もちゃんと冷やすように冷却できるようにしておかないといけないというそういう書き方もありますしてあるいははっきりとあの解説の中で長期間の全交流電源喪失は考慮しなくてよいと、まあ、このように書かれております。 これはそれじゃあ一体日本だけが勝手にそういう考え方であのこういう指針を作ったかといいますとそういうことではありませんで現在のドイツの指針やあるいは米国の指針においてもこれと同様の考え方をしております。しかしかながら、 あの最近のニュースによりますとこの日本の福島原子力発電所の事故からこのドイツやあるいはアメリカでこの指針の見直しに入ったということが伝えられております。まあ、えー、しかしどうしてご簡単に言えばどうして全交流電源が長期間あ こう途絶えるというようなことを考えなくていいというふうに決まったんだろうかというのはこれは当然ながらあの素朴な質問として出るわけであります。しかし、これにはあの非常に長いその背景がありまして、ま日本は非常に電力網が発達しておりまして、少々の停電なんていうのは立ちどころに治ってしまいます。 でかななり大きな停電例えばどっかで高圧電線がぶった切られたというような事故が起こったとしましてもかなり短い時間でそしてそう,いうことそういうようなその非常にそのある意味で言うとあの頑丈な電力供給網が発達しているというそういうことがやっぱ世の中全体として当たり前のことになっておりまして。 多くの技術者もそれが当然のことだというふうに思ってたわけであります。また事実日本における停電の時間の統計を見ますと世界的に断トツのいい成績を日本は持っております。そういうことですのでこういうその指針があったとしてもそれがあのひどく危ないものであるというようなことは 技術者一般これに関連するような技術者一般の頭の中には浮かばなかったようでありますまあ、こういう指針ができたのは1990年でありますので私自身はまだこれにタッチしておりませんけれどもその頃にタッチしましたこの審査員の方々に直接伺ってみたんですが やはりその審査員の方々のお考えといいますか見方はそのように日本の電力網は非常に重この頑丈にできているのでそういうことをあえて想定する必要はなかったというふうなお話でありました。これはしかし、まあ、あの日本の国の在り方としてはこういう頑丈な電力網を持っているというのは非常に幸いなことでありますし ぜひ今後もそういうのを続けたい続けてもらいたいと思うところでありますけれども安全文化という視点から言いますとそれれにに寄りりかかるととといいいううここは非常に危ないということが指摘されておりますこの安全文化の中でよく言われていることでありますけれども非常に長い間良好な成績で物事が進んでいるとついそれが当たり前だとなってしまうとそこに落とし穴があると。 そういうい長期間の良好成績による思い上がりというそれにその陥らないようにするのが安全文化というものの考え方からすると非常に重要であるというのが指摘されているわけでありますが残念ながら今回の事故に関しましてはその落とし穴に入っていたというふうに反省せざるを得ないところがあります。 今後この指針に関しては当然のことながら再検討されると思いますけれどもこれは現実の問題としてこれに対応しようとしますと相当なハードウェアソフトウェアのシステムを構築する必要がありますのでこの点の今後の検討は非常に重要な課題としてあるものだというふうに思っております。それれれからあの耐震審査指針でありまますけれどもこれに関しましては 実は耐震指針ができましたのはもずいぶん古くて、えー、耐震指針を改定を決心しまして作業に入りましたのは2001年でありましたがそれまでに最初の指針ができてからすでにもう25年以上経っていたと思います。でそうなるまでに実はその阪神・淡路大地震の時に現在の原職耐震設計審査指針は大丈夫かという議論がありました。 その時の安全委員会で当然のことながら見直したわけでありますがその時の結論としては現在の耐震設計審査指針はそれは現在のところとしては大丈夫であるとしかしながら地震に関する科学的な知見がどんどん進んでいるからその科学的な知見が進んだある段階では当然のことながら 安全設計審査指針を改定すべきであるという、そういう意見も付された報告書が出ました。で、それ以来、安全委員会では指針改定のための準備をしていたわけであります。けれども、2001年にその指針の改定に着手したわけであります。で、これは準備がかなりできておりましたので、2002年か3年かで、えー、指針が出来上がると思ったんではありますけれども。 実は始めてみますと非常に厳しい議論がいろいろございました。これはその時に原子力に関してかなり批判的な方々むしろ原子力の利用に反対である専門家の方々も委員に入っていただいて議論をしたわけでありましてそのために議論が非常に長引いたといいますかなかなかまとまらなかったという事情がございます。しかしかながら 5年近くも議論しますともう双方ともこれ以上議論しても今の科学技術の知識の段階ではこれ以上に進むことができないというふうにお互いに思うような状況にまで至るわけでありましてそのところで2006年に新しい指針が決定されたわけでありますしかしその時においてもまだその最終的な結論には反対だという委員の方もおられました。しかしかながら私は その委員会に出席して傍聴しながら、まあ、確かにこのくらいのところていいますがここまで議論したら今の段階ではこれ以上議論を重ねてもより適切な審査指示になるとは思えないというふうに考えましてそれで結論をまとめるように進めたわけでありますけれども私の2006年の任期中には最終段階までは至らなくて 最終的にこの新しい指針が決定されたのは私の次の委員長の時でございましたこの新しい指針の非常に重要なところはいろいろと自身に関して新しい知見がありましたのでそれは当然入れられたわけでありますがそれまでほとんど考えてなかった確率論的にリスク評価をするというこのことの重要性が認識されたということであります。しかしか 確率論論的な評価をまままだ規制ににに正式に取りりり入れれるという段階でではは至せんでしたこれは今後の議論でありますそれからもう一つは残余のリスクというこ,のこれはどういうことかといいますと、まあ、以前の指針は過去5万年まで遡ってどこに断層があるか断層の大きさがどれくらいかそれが地震を起こすとどういう大きさの地震が起こるかというそれを評価して安全視察をすることになっておりましたが。 5万年という数字に特別の地質学的根拠があるわけではないというそういう議論から、地質学的な根拠が考えられるだいたい13万年から15万年ぐらいまで遡って評価をすると、こういうことになったというのが一つございます。それでところがそこまで遡ってもさらに大きな地震が起こる可能性があるのではないかそのとこのリスクはどうかというのをどう考えるかというのが残余のリスクという議論でありました でこれは今の知識ではとても規制の対象にまでいられないということで評価はするけれども規制にするのはまだ後のことであるということでしかしその残余のリスクがあるということだけは認知するというそういう状況になったわけであります。そして新しい知見が出るごとに、えー、形状的に見直し,していこうというふうになったのが新しい指針の特徴でありました。 このように出来上がった新耐震設計審査指針でありますがこれは現在この考え方というのは世界的といいますか国際的には高く評価されておりましてこの IAEA の中に国際原子力機関 IAEA の中に国際耐震安全センター ISSC というのができたわけでありますがこの中の活動は我が国の自身の専門家がリードしているという状況にあります。 でこの耐震指針に新しい耐震指針によってその考え方をもとにかつ土木学会の最も新しい評価の方法として提案されているものによって評価したとしましても先日起こったマグニチュード9のあの地震は想定できなかったというのは事実であります。 これは残念ながらそれがいわば今の科学知識の限界であるというふうに認めざるを得なかったんではないかと思いますで時間もあと10分ばかりになりましたので最後の部分になります想定外問題トランスサイエンス領域にどう立ち向かうこのトランスサイエンス領域などというと妙な言葉を持ってきたというふうに思われると思いますけれども 私は実はサイエンスというのは人間のいろいろな知識を体系立ててかつそれが確認された知識として体系立てられたそういう知識の体系だと思っております。でしかしながらこの世の中にはその範囲に入らないものはいろいろあるこれは人間の知識に限界があるのは当然のことであります。 でその人間の知識の限界の外側の問題これはあのトランス要するにサイエンスを超える向こう側の領域という意味でトランスサイエンスという言葉を使っておりますこのトランスサイエンスというのは別に私が始めたわけではなくてすでにこういう言葉はあのいろいろ使われていると思います。でえー 福島原子力発電所が受けた津波が想定を大きく超えるものであったということが世の中では非常に厳しく批判されておりましてまた特にその869年に起こったと言われている上岸地震を再考慮しなかったというのはけしからんではないかというふうに言われております。ここれれれはまあ当然これから専門家によって検討されるだろうと思いますが 実はこの上岸地震に関しての痕跡をいろいろ調べられてそれによって評価のモデルを作られて、えーえー、評価されたそういう論文がございます。これは極めて専門的な論文でありますがまあしかしあの念のため私は読ませていただきました。私は自身の専門家ではありませんから当然あの誤解をしている可能性もありますけれども。 しかしこの専門家がそのつかあの作られたものを読んでわしがとやかく素人のくせに言うのはどうかと思いますけれどもこの論文を読むか限,限りにおいては今回の地震より大きな地震これはあの領域の広さとか地震強度とかが想定された,た解析がなされたというふうにはとても思えないわけであります。 上岸地震が起こったというその事実といいますかこう今世紀からモデルを作ってそのモデルで評価してみたとしても、えー、新しい耐震審査指針でのモデルで評価したもの以上の地震が想定されるものにとてもなるようには見えませんでしたそれで私は実際の念のため専門の,その地震学者に聞いてみたわけでありますがそれはやはりその私の論文の読み方は特に間違っているわけではないと。 それはあのそういうふうに呼んで当たり前だし多分そうなるだろうとただ大きな違いは今回の地震が非常に新しい知見をもたらしているということだとこれは具体的にどういうことかと言いいますと今回の地震が長さ400キロで幅100キロとか150キロがずれたというそういうことが言われておりますがその実はずれる幅が問題だと。要するるににずれる時にこ あのプレートが割れてバッとこうずれるんですがこのずれ方が今までのモデルでありますとどう考えても1 4ー,ーとか1 5ー,ーとか1 7ー,ーとかそれくらいしかずれるという評価はできないんだそうです。えー、そううするととととマグニチュードとしててもとかという数字しか出てこないで確かにその上岸地震に関して研究された方の論文でもマグニチュードについては8.4とかそういう数字が出ております。 で今回9.0になったというのはこのずれる距離がもう14とか15とか16とかってそんなもんじゃなくて30メーターぐらいずれたんだそうですそういうことはこれまでのモデルの中ではとても考えられないことであったというふうにその自身の専門家は言っておりましたで。これはやっぱり自然現象は自然現象だわけでありますけれどもそういう自然現象はこれまでの科学の知識の外側にあるものでありますから。 合理的ににそこままででで評価の中に入れよううといい議論はなななかかきないわけでありますしかし現実にやっぱりそういうことが起こったということは事実としてに厳粛に受け取らなければならない。ではそういう知識の外側にある領域トランスサイエンスについて我々は一体現実的にどう立ち向かったらいいかというのが今後もう避けることなく我々は考えないといけないのではないか。 そのくせこれまで想定外と言われているような問題はほとんどがある意味でトランンススサイエのの領域の問題でありますこれはあのそういう地震のような現象だけでなく例えば JCO 事故のような事故でありましてもあれは本来その教育をちゃんとやっておけばあんなことは起こらなかったわけでありますがその事業者が教育をちゃんとしたがなかったためにああいう作業が起こって事故が起こったと。 教育をどうするかなんていうのは事、まあ、業のやり方の問題でありますのでこれはサイエンスの問題ではないわけですねある意味で言うとトランンススサイエンスの問題でありますだいろんな側面でトランスサイエンスの問題が事故の原因になっているというのは実は過去の事故をずっと私は調べ直してみたんですがもうほとんどがそういう意味から言うとトランスサイエンスの問題であります。まあ、そういううういい点で考えましてこの今後そのトランンススサイエののの問題というのをどう安全確保の中に えー、内包すると言いますか、取り入れて、えー、組み込んでいくかというのが非常に大きな問題ではないかと思います。で、科学技術っていうか、科学自身もあるいは技術も、科学は知識を増やせますし、技術は経験を増やします。で、したがってそのサイエンスの領域とトランスサイエンスの領域の間のバウンダリーですね。 そのバウンダリーがある意味で言うと新しい研究であるとか新しい開発になるわけでありますがそのバウンダリーはどんどん広がるわけですしかしサイエンスの領域が広がると同時に実を言うとトランスサイエンスの領域も広がってしまうということは考えないといけないと思いますそういうことがら言いますと科学技術の利益を享受しようというふうに考えた我々は いやでもトランスサイエンスの問題にもう一度ちゃんと立ち向かってみるというトランスサイエンスの問題をどう捉えたらいいのかというそういうことをきちんとまともに考えてみないといけないんではないかというふうに思うわけであります。こういうことを言うと,言うとなんか雲を使うような話で何を言ってんだと言われるかも分かりませんが例えばそれを極めて具体的に原子炉の中に取り込んで考えてみますと実は一番最後に書きました ように核分裂エネルギー利用においてこれを考えますと長期の電源全電源喪失においても自然冷却が可能なような原子炉の開発をしてそれを利用するというのは一つの選択であろうと要するに現実の世の中では長期の電源喪失なんか考えなくてもいいと言われていたとしても まあそこは何が起こるかわからないからあのそれが起こっても原子炉はちゃんと冷えるようにしようという、まあ、そういう原子炉を開発利用すればいいではないかと。で事実それじゃあこんなものが世の中にあるかっていうことでありますが実はその開発のある部分はすでにあの現実に出来上がっているわけであります。あの旧日本原子力研研究究所現在の原子力研究開発機構でありますが それの大洗研究所に出来上がっております高温ガス試験研究炉炉という原子炉がありますでこれは軽水炉と違ってあの出力密度1リットル当たりの出力の出る量というのはうんと少ないわけでありますけれどもしかしこの原子炉はあー冷却の仕組みが喪失したいわば電気が切れて冷却剤が動かなくなったという状態が起こっても一人でに冷えてしまうというそういう原子炉でありまして。 そういうい実験を部分的には終わって将来はその全電源喪失を長期的にやるというそういう実験もやるというふうに計画されております。これはなかなかすぐに商用になるわけではありませんけれどもこういう可能性はあるわけでありますので今後社会が原子力エネルギーを安全にこの先ほど言いましたようにトランスサイエンス領域の部分,分も含めかつ人々の生活や コミュニティも守れるようなエネルギーとしての原子力エネルギーを使おうというふうに選択するならこの種のこれだけではない今言ったものだけではありませんがこのような考え方に基づく原子力エネルギーの開発というのを目指すというのも一つの解決としてあるんではないかというふうに思っております。今今日お話しししいいたしましたまののははここういうことで今後の原子力安全確保の場合を考える場合には 今まで言われていたように第一義的な生物学的な人間の放射線障害防止だけではなくて人が全体として生活を侵されないあるいはコミュニティが壊されないそういう安全確保を目指した仕組みを作らないといけないまたその思想を実現できるような現在使われております軽水炉は非常に効率のいい優れたシステムでありますが これをすぐになくするというわけにはいきませんけれども、これはこれで現在の地域のままであの、少しトランスサイエンス的な領域を含めながら安全確保を続けていき、いずれ将来的にはより望ましい形の原子力を使うというふうに進んでいってもらいたいものだと私は思っているわけであります。 あの原発の,この安全面についての,あの反省点も含めて率直にあのお話をいただきましてありがとうございます。あのそれではこれから質疑に入りますがえーとおそらくあの最初に会場の皆様の,あの共通してえ質問したいというところがいくつかあると思われますのでえ最初にあの司会の私の方から何点か お聞きしてその後会場の皆様からの質問をお受けしたいと思いますえっと最初にあのお聞きしたいのはあの先ほどの講演の中に関連してあのいくつか確認の意味も含めてお聞きしたいんですがあの松浦さんのこのレジュメの1項目目のところでですねあの原発事故への対応でこの原子力関係者 のこう総力を結集しなければいけないという点をあの強調されておりまして例をあの挙げられましたけれどもあのこれは例えば今はあの東電と政府あの形の上では両方があのこれまでバラバラなのがあの統合本部という形でまあ一緒にやってるわけですね。ああののそういういことだけででは不十分であのもっと あの具体的にこういうふうにやればいいというのを補足していただくとどういうことになるんでしょうか、はい、あの原子炉の施設そのものに関しましてはこれはどちらかといえば一番詳しいのは実は東京電力さんおよびあの原子炉を設計・製作した重工業会社さんであります。したたがっってそそううういうところは当然もう真っ先にその人たちを 呼び集めて作業をしておられると思いますがそれでも実は東京電力さんであの福島原子力発電所設計建設そして最初の試運転から最初の運用にあたられたような OB の方でまだ元気な方で。 えー、十分なその対応能力のある方々の知恵まで使えばよろしいと私たちは思ったわけでありますが、まあ、そういうことがほとんどなされてないというのを伺っておりますんで、まあ、そういうことは是非、えー、使うべきではないかと思ったのが一つ。それからもっと重要なのは実は実、あのー 減少施設のの外側の領域であありりまますす広いその地域ででね人々も住んでいるでここはその学校にしろ公園にしろ畑にしろ非常に広いところでありますので、ね、そこのところがあの一様に汚染されるならほんの数点を測るだけで十分今後の対応がつけられると思います。しかしながら実際に汚染はまだら模様に汚染しているわけであります。 かつその風の方向とか風の強さによって飛ぶ距離やあるいはその形も全く違うわけでありますで。そういうのを正確に抑えることで初めて人々がまたそこへ戻っていただける可能性がどのくらいあるのかそれからまあ汚れ方が少なければ少々の除染をするだけで十分戻っていただけるようになるわけでありますが実はその除染をするというのは大変な仕事でありまして。 範囲が広いだけにそこを例えば、表土をちょっと取れば確かにあの汚染はなくなるんですこれはあのチェルノウイル事故の経験から地表面の3センチぐらいの間にだいたい70数パーセントぐらいの放性物質が留まっているとで5%パーセントも取ればもうほとんどその90パーセントぐらいまで取れてしまうというそういうデータがいくつか出ております。 でこれは、まあ、チェルノブイリと日本とは状況が違いますのでそれ,をそれを確認することも含めてそういう仕事を体系的にするということが必要だと思うんですがこれはなかなかその東電さん東電さんがそういうことをやる責任があるとは私は思えないですむしろ国の責任だと思うんですが、えー、国が多くの,その測定の技術を持っている人たちをシステマティックに、えー、あの集めて作業をさせてでその知識を集めて全体のいわば えー、汚染マップとでもいろんなものを早く作ることが望ましいと思うんですねだけどそういうのがなかなか動かなかったっていうこういうことではなく最近ようやくそれに類する活動がぼちぼち出てるわけですがあれはなかなか本格的にやろうと思いますととてもあの人手等、えーえー、からあー進まないんではないかと思いますあれはむしろ今後もこの点については、えー、本格的にやっていただいた方がいいんではないかと思っております。 それからあの2点目はです、ねえーっと、レジメで言いますあの、3番目のところに関連をしますが、あの松浦さんのおっしゃるように、あのこの安全確保の面ではこのあの、人とかコミュニティの防護というのをの考えないといけないんだけども、あの対応が不手際であったというあのご指摘があ,のありました。 あのこれはどうなんですかあのそういう原子力の法律とか行政でそもそもあの人とかコミュニティの安全確保っていうのはあ,のあるんだけどもそれが運用面であのできなかったということですかそれともそういうあの発想とか規定自体ないという、あのー、どういうことなんですか、うんこれは実は 国際原子力機関が発行しております技術文書にそのこういう原子力発電所の安全運転管理についてという文書があるんですがこの中にはこのコミュニティをどう防護しなさいというようなことは視点として全然入っておりませんね。それからあのこの災害対策特別措置法を見ますとこれは確かに避難について地域対応どうするというのは書いてあるんですが。 あまり明確にコミュニティを守るためにどうこうというようなそのはっきりした思想を持って書いてあるかというとそういうことではないですねああこれはあのこんな時にあの憲法の話な持ち出すと笑われるかも分かりませんが憲法も実は個人個人の自由であるとか権利については非常にしっかり書いてありますがコミュニティとか社会とかっていう点ではあのなですかこうなんか一般こう 公,衆公益なんですかね、えー、社会の福祉にうんぬんというかなんかそういうか,か,かなり曖昧な表現ですねだからどうもこれはやはりあの今の法律自身が個人を中心に作られていて。 コミュニティであるとか首都全体とかっていう形はあんまりその管理とか規制の中ではなじまないのかもしれませんがそういうとこが抜けているだけどそのことが実は減少事故のようなことが起こると非常に重要だとでこれは別に減少事故じゃなくて火山の噴火でも同じことじゃないかと思うんですけどでさらにまあ日本ではあのテロの問題っていうのはあんまりその深刻になっておりませんがそれも考えますとまさにそのことは安全の安全 あるいは安寧の維持としては、やっぱりちゃんと考えないといけないことじゃないかと思うんですがそれでは3点目にです、ね、ちょっと講演そのものからは若干離れますが、福島第一原発事故のこれからの見通しがどういうふうになるのかということで、先ほどのお話の中でも、なかなか見通しというのは難しいということをおっしゃいましたが。 あの東京電力が先にあの工程表で,です、ねえー、っとあのこれから6か月から9か月程度を目標にこう原発を安定化させるというそういうあの工程表を発表されましたがあのこの工程表についての評価はあのどうなんでしょうか。あのうん、実は私は私 それについて何かいう特別な情報があるわけではありませんので何、はいえー、とも申し上げられませんけれども東京電力さんが作られたあの工程表通り行けば非常に望ましいことであるとは思いますで、それがどのくらい行きそうかというのは今やっておられます第一号路の仕事、はい、あれがどのくらいうまくいくかということがあの工程表がどのくらい現実味を持っているものかどうかっていうのを発揮してくれるのではないかただ あの原子炉は1号炉2号炉3号炉4号炉はそれぞれ状態が違っておりますので必ずしも1号炉で格角でうまくいったからあとも全部だというふうにはなかなか言えないと思います。それからもう一つはスリーマイル島の事故であれは今回の事故よりはるかに優しいという言い方おかしいですけど簡単な事故だったわけです。 しかしあれをちゃんと後始末をきちんとやってこれでもう安全は大丈夫だというのに至るまでには15年かかってるわけですね。で一つの現象で15年かかって今回は4つあるわけですからこれはあの同時にいろいろできるかもしれませんけれどもああいう保湿物質で汚れたところで同時に服装したその仕事ってそう簡単にできると思いませんので。 そういう点から考えますともしも核燃料を全部取り出して完全に安定化しようと思いますと数十年かかるというのはもうしかし一方であのチェルノブイリみたいに埋め込んでしまうということをやればそれはそんなにかからないと思いますがその場合にはいつまでたったら完全に安全なものと考えていいかというのは 非常にに曖昧になります今チルノブイリは25年目でもう一っ新しく覚悟をするあの構造を作ろうと言っていますがあれは100年は持つと言っているんですがそうしたら100年だったらもう一っやり直すのかということになりますので、まあ、そういう道を取るというのはそれはそれなりにまたあ大変なな覚悟かなと思います、はいえー、っと続いてですね。あの浜岡原発のあの 全面停止の問題についてお聞きしたいと思うんですが、あの菅総理大臣の要請に基づいて、中電も昨日受け入れを表明したわけですね、あの今回の,このあそこの原発をすべてこの止めるという、この判断についてはあの、どういうふうに評価されているんでしょうか。あのこれは実は実その、うん ああいう止めるっていう判断をすることの是非の前にねああいう判断をあ,のああいう要請をするという仕方が本当に社会にとって適切なのかなっていうのが一番最初に私は疑問なんです。あのこれはもうまだらめ安全委員会委員長のお考えが今日の新聞に出ておりましたけれども。 あの真田委員長はこれは極めて高度な政治的判断であるので私が口を差し挟むべきことではないと思うということでご自分の考えは何もおっしゃいましたんでしたけれども私はもしあの判断をなさるんなら首相がなさるんならその前にやはり安全委員会および原子力安全保安委員にしかるべき技術的検討を をして助言を求められるべきではなかったかと思いますで、その助言がそれはあの総理が考えられるような結果に行くか行かないかは知りませんけれどもその助言をベースにして合納合を決められた上でなさるなら要請でなくて行政命令をなさった方がいいんではないかとそうでないとあの要請を中部電力さんが受けられるということはこれは私の理解誤解かも分かりませんが。 要請を受けて止めますという場合には中部電力さんが自分の責任で自分の判断をしてそれによって止めるということだと私は理解するんですねそうするとそれは中部部電力さんんがが全部責任を持つということとといううここ同じことのような気すするんですそれは果たしてちゃんとこうやばいフェアなやり方といいますかね公正なやり方としていいのかなっていうのが私には疑問として残っているという、まあ、それが私のお答えにならないお答えですけれども、ね。<laughs> まあ、あの技術の専門家の意見も総理は聞いて、はいはい、それであのやったほうがいいんじゃないかということですか、はい、あ,のあの中で総理は国民の安全と安心のためにとおっしゃったんですがここで私はいつもあの首をひねりますのは安全というのは安全の度合いといいますか安全のレベルというのはある意味で科学技術的に評価できるわけです。とところが安心というのは,これは 極めてそれこそ先ほどのトランスサイエンス的領域の問題としてもう,こう人によってどうしようもないくらい差があるわけですねで。そういうところに本当に行政というのは踏み込むことが妥当なのかなといつも気になっているところでありまして私が原子力安全委員会の時には原子力安全委員会では絶対安心の議論はしないということにしていたんです。それは あの行政として行政対象になるものでないというそういう考えからそうしたんですがあのもう一点、ですね例えば原発をこう止めるとか止めないとかですねこれはあの原子力委員会の委員長はですねあの総理に対してはこういう原子力行政についてはあの助言をしたりなんて言うんですか勧告したり。はいあの あの院、はい、長の方も逆に権限とか役割があるんじゃないんですか。はい、あのこれはあの実は総理にするというよりはあのかいちゃんと書いてありますのは行政の規制行政の長に対してその規制行政が適切でない場合には内閣総理大臣を通じて行政の長に勧告することができるとこういう,ふうになっておるわけです。したがってあの今の規制のやり方が適切でない安全を確保する上でなんか欠けてるところがあるという,ふうにあるいはもっと適正にできることがあると思えば。 原子力安全委員会の委員長はもちろん原子力安全委員会としての決定のもとにですけれどもお総理を通じて行政の地方に勧告するということがあります、はい、ただしあの直接内閣総理大臣の云々について助言するというのは実はこれは災害対策の特別措置法に決められていることだと思いますね。わかりました、えっと、それでは この後は会場の皆様からご質問をお受けしたいと思います質問のある方は挙手されて所属の前をおっしゃって簡潔にお願いしたいと思いますじゃあ一番後ろの方小林会議の原田と申します あのーまあ、私ども一般の、私も別に原子力自体して知識はないんですが、ただまあ普通の国民なんですけれども、私ども国民から見ますと、想定内なのか、上外自身を考えればあの想定内なのか、あるいは想定外なのか、いろいろあると思うんですけれども、想定内であろうが、想定外であろうがですね、漏れたり、ああいうふうなあの制御不能になったときにを備えて、ですね何かやっぱり考えておくというのが当たり前のことで,ですね。 それは原子力の知識がどうかということはまた別だと思うんですけれどあのちょっと私、疑問に思ったのはああいうものがあったのにまあなんかあのスリーマイルの話なんか聞きますと政府のチームがですね現地に行って原子力の専門家が防護服を着て現場の指揮官になってですね東京でこう議論するんではなくてですね行って指揮を取ると有名な方がなんかあのいらっしゃってどこかのテレビがインタビューしておりましたがそういう組織があるもんと思ってましたが。 これはないんですかね原子力委員会とか安全委員会とはまるっきりそのなんか地震で集まれなかったとか言い,いますが、まあ今はあの違うのでその先生ばっかり責めるのもあれですがそういう組織があるものと思ってましたがじゃあ日本にはないのかとじゃあないんであれば作らなきゃいけませんがそれはできるのかあるいはもしだめなのもやはり自衛隊の中にですねそういう核テロも含めてですねあの大量破壊兵器を含めたやっぱりそういうのをしてないとやはり 今回は地震だけ津波だけ言っても先生の原子力の分野とちょっと違い大きな話をして申し訳ございませんがそういう大量破壊兵器一番怖い大量破壊兵器も備えたすべてのことのチームをちゃんと作っておかないとだめだと思うんですがあのそれはなんでないんですかなぜで,できないんですか先生必要だと思われませんか <laughs> はいなかなかあの難しいしかし非常に重要なポイントだと思います。えー 実はあのすぐ直接のお答えになりませんけれどもある時私はロスアラムスの研究所へある仕事で出張しましたその時話の中に出ましたのがアメリカではもし補助性物質を使ったテロあるいは核燃料を使ったテロが起こったとするとすぐにあのロスアラムスにある特別なチームがヘリコプターで飛び出して で、どこがどういう風に汚染してるかっていうのをさっと調査して、そして対応するんだというそういう話を聞きました。で、事実、今回の福島の発電所の事故でもアメリカがそのチームだと思うんですが、方が来て、そして福島の上を極めて重炭爆撃的に測定して、どこがどう汚れてるかっていうことを測定しております。 でこれはアメリカではまさにあのテロ対策としてそういうチームが出来上がってそれがまあ他にも使われているという,う、まあ、証拠の一つだと思うんですね。もう一つは実はその「スリーマイル・アイランド」の時に現職、えー、委員会から専門家が行って指揮して止めたというこれは事実ですがあれは現職規制委員会の委員ではないんです事務局の人なんですね。 で事務局アメリカの現職規制委員会の事務局というのはあの非常にそういう十分な経験と能力を持った人が非常にたくさんおります。でアメリカの規制委員会の大きさというのは実はものすごく大きいものでして今はあの職員が4,000人くらいいるわけです。だからその日本とはもうあの日本とアメリカとは 商用現象の数は倍ちょうど倍くらい違うんですね日本がだいたい50何基でアメリカが1002、3基ですからちょうど倍くらいなんですがあのそういう職員の数から言うとすごい違いがありますそれからもう一つ、えー、以前あのアメリカの事務局の局長をお招きしてシンポジウムを開きましたときに えー、コーヒーブレイクの時に雑談の中でところで原子力規制委員会の,の職員特にその検査とか評価とかいろいろするそういう職員の実務経験年数はどのくらいなんですかって聞いたらそしたら大体十数年年年から18年くらくいいだとと思うという答えだったんですで私がどうしてそんなに経験年数の多い人が職員としてかなりいるのかって聞きましたら実は。 アメリカのそういう職員の多くはあの原子力幹線ですね航空母艦とか潜水艦とかあそこの原子力をやっていた人が陸に上がってから原子力規制委員会に職を求めてくる人がかなりあるんだとしたがってそ,のそういう点で非常にそのレベルの高い人を得るのには都合がいいとただあの今はだんだん原子力感染の数が減っているので将来は非常に心配なんだとこういう話をしておりました。 で私が冗談にそれじゃあアメリカの民生の原子力は軍事利用で支えられてるんだねって言いましたらまあ実際はそうだねって言っておりましたでもこれは日本ではできないことですねしたがって日本でそういうふうにレベルの高い人をチームとして作るっていうのは望ましいことでありますけれどもそれを本当にやろうと思いますと非常にあの特別な工夫と努力をしない限りできないと思います。しかししかそれがもし でき作ることを許されるなら、ぜひ私もそういうチームを作っておいていただきたいと思います、ね、はいそれではご質問、どうぞ、えー。個人会員の内藤と申しますが、えー、安全保安委員がですねその、いわゆる通,通商産業省、今の。 経済産業省ですねこの中の一部門でありますねで、ああいう方は客観的にですね通産省から離れて客観的に物を見て、えー、いろいろその考えとか指揮をするという助言をするという立場だと思うんですがこの組織上の点で私は疑義があるんですねいかがでございますかそれが1点ですそれからもう1つはですねあの今回の問題がまあいろいろ複雑多義な問題が多すぎまして どれぐらいかかったら落ち着くのかこの専門家としてねその予測的なものをお伺いしたいと思すそれからもう一つはですねあの原子力発電というのは私はあのメスィストフェレスですか悪魔と協約したようなあの側面がねなきにしもあらずと思うんですね。 でゲーテの書いたあのフ,ァファーストという作品がありますね、その中の悪魔のメシストフェレス、これ、非常に便利なものだけれども、裏側は大変なものがあるという感じがするんですが、その点についてのご所見の一端をお伺いしたいと、以上でございますはいどうも、えー、まず一番最初の、今回のものが落ち着く見込みをどう専門家として思うかと言われますが、 これは先ほど申しましたようにまずそのの今なさっている第1号路の作業がどのくらい予定通りいくかどうかそれを見てそしてそれに基づいて2号路3号路どちらかをやってみて同じようにいくと分かればまず落ち着くまでにどれくらいかというのはあのかなりはっきりすると思うんです。 でそ,こにそこに至るまではなかなかその予測をしてもその予測は何の根拠もないということになるだろうと思います。えー、非常に難しい問題ですこれはあのこう放射性物質が散らばっている散らばり方によって作業がどのくらいできるかっていうのは決定的に決まりますのでいくらなんでもその,その場所で1分間しか作業できないというような場所ですともうとても作業にならないわけですからそうしますともう全く別のやり方を考えないといけない。 そういう点で僕は今のところはちょっと予測は私は出しようがないと思っております。ただしまあ東京電力さんはいろいろ考えられた上でこの間あの見込みを出されたわけですので今のところはまああのそういうことかと思っている以外はないんではないかと思っております。それから えー、2番目のお原子力安全保安委員があ経済産業省の中にあってそれは組織的にはいかがなものかというこれはもうよく言われることであります。でただ一般的に申しまして、あのー、世界のいろいろ原子力を使っている国の規制行政のやり方をぐーっと見ますとどことして同じ仕組みのあるところはありません。 全部その国によってバラバラです。でこれは当然のことながらそれぞれの国の行政機関というのは結局そのその国の歴史の中で行政機関の仕組みが決まって出来上がっておりますのでその影響を受けてそうになっております。したがって、えー、日本でもやはりそのアメリカの NRC が非常に望ましい形だからといってそれをそっくりそのまま入れようと思っても。 他の行政機関との間で必ずしもスムーズに動くというわけにいかいきませんのでやはり日本は日本の行政機関がどういう経緯をとって今の形になったかそれをもちゃんと踏まえた上であで日本の規制行政原子力規制行政の形を作るしかしょうがないと思います。で 今、例えば原子力安全保安院が経済産業省にあるから原子力安全保安院には独立性はないのではないかというそういう疑義が持たれるわけでありますけれどもこれに関しましては実は国際原子力機関の中に原子力機関が独立性をかなりちゃんと持って公正に効率的に作業をしているかどうかというのをお互いに評価する仕組みがあります。 インテグレーテッドレゲートリーレビューティームというのを作りまして、それが、これはもう世界中から専門家を集めて、そのチームを作って、それをその国に派遣して、そして IAEA、e、が決めている質問条項がものすごくたくさんあるんですけども、それを順番にちゃんとチェックして、そしてそこの機関が独立性が十分あるか、あるいは仕事がちゃんと効率的にやれているか、そういうのを調べるわけです。 でそ,のそういう作業が始まったのは2006年なんですけれども日本は確か割に早く2007年にその評価を受けております日本の原子力安全保安院まあ安全委員会も一緒ですけどそしてその報告書ではあの日本のこう規制は規制の仕組みは安全委員会と原子力保安院が2つ並んでいて、えー、世界の他の国から比べるとちょっと分かりにくいけれどもしかしながら それぞれがちゃんとした独立素性を持って仕事をしているというのは十分理解できるというこういう評価を受けておりますのでまあ表あの報告書にもそのように書いてありますので。だから私は 日本の,あの原子力安全保安院がよほどその、まあ、委員長か次長か知りませんけどそういう方々があ経済産業省にあのこう言うことを聞かざるを得ないような立場の人なら別ですけどその辺り、ちゃんと人を選んであの原子力安全保安院がきちんと動けば経済産業省の中にいるからといって独自性が担保できないというそういうものではないと思っております。あそうですね あのそ,の点はその点は私もちょっと首をかしがすというのは私があの安全委員会の委員長だった時はあのその時の私の,ああのあ対応する保安委の委員長さんは私が工,工学部出身だったと思います。 ですからそのそのやっぱりどちらかといえばそ,のそういう技術的その素養の高い方にやっていただく方がいいと思いますけどもちろんしかし行政的なセンスがなかったんでは法案の委員長はつまりませんので、まあ、そこはあの当然適切に考えられてしかるべきだと思いますから三番目の,あのハウスチアンバーゲンの話でありますけれども、このファウスト的取引だっていうのを最初に言ったのはアメリカの 原子力開発の先頭を切ったあーワインオークリージの研究所の所長をやった人ですが、ね、確かにその非常に利益といいますかこうこうエネルギーを得るという点では非常に望ましいものでありますけれども片方でエネルギーを出すとともに放射性物質ができる。 それから、まあ、あの原爆開発にもつながる可能性がなきじまらずとだからそういう点であの裏表のある選択であるということでそれに対してはあのやっぱりこれは技術だけではとてもあの技術で対応するのはもう当然でありますし 相手が核物質であったりあるいは補正物質でありますからまず技術がベースにしっかりしないといけないのは当然でありますけれどもそれともにやはりあの政治的かつ行政的な仕組みがよほどしっかりしておく必要があると思いますね。で、えー、もう一つその将来の問題だと思いますけれども原子力発電所をより経済的に設計し動かしていこうとしますと。 どうしてもこの今扱っているように大型になっていくで原子炉があまり大型になると事故の時に始末に追えなくなるという懸念は以前からありまして、えー、確か、えー、日本原子力研究所の3代目の理事長だと思いますけど菊池誠史先生というあの学者非常に有名な学者だった人ですか物理学者ですがその方が将来の原子力発電所というのは あせいぜい30万キロワットぐらいの大きさに留めておくのがあ理想ではないかという論文を確かに昭和30何年間にお書きになっておられます私はまあ、そ,私はその時にちょうどあの原子力研究所に入所した間もなくの頃でありまして菊先生がそういうふに言われた理由がその時にはあまり,あまりしっかりわからなかったんですが 今から岸先生のおっしゃったことを考え直してみますとやはりその技術および技術を使う知識の範囲において何が起こってもしますできるような大きさにしておくというのが一つの選択として使うべきではないかとそれを今後社会がどう判断してどう選択していくかというのはまさにそのメフストヘフレスと 負けないでやり取りする上で、非常に重要なポイントかなというふうに思いますはい、えー、続い続て、はい、じゃあ個人会員の前田と申します、えーと、2年ぐらいまでずっと福島にいまして、しかもテレビ局の専任局長やってました。そこはよく第一原発行ってて 2000年の頃から取材って言うんですけど一言で言うと東電っていうのはそういう技術力とかマネジメント力があるかなって疑問をすごく持ってますなぜならば、えー、と東電の福島事務所長の僕らの同期がいまして学生時代のその時の次長が第一原発のに移ったんですねそすると彼は「前田さん大変ですよそうっ言ったらなかなかめちゃくちゃですよってうことです つまり、現場の作業員に対してのマネジメントがすごく弱い会社だという感じを受けたんですね、それからもう一つは、奈良派であの歩き歩き散策運動をやってまして、それはまあ奈良の町が、草の町長たちが、その頃に東電の協力を得て、僕らテレビ局の事業局長やってましたから、その歩き運動をやってました、そこにいつも参加してたのが、第二原発の副,あの副所長なんです。 当時彼は JCO の事件があったときにイギリスにいたんですイギリスにいて、えー、っとイギリスでえらい騒ぎになっててその新聞がすごかったって感じところが福島帰ってきたらまず原発の人たちも東電な何ら危機感がないんだとっていう話を二人で歩きながらし話をしたんですけどそこら辺見てくるとやっぱし東電という技術力がちょっと足りない会社じゃないかなとこんなふうに思います それからもう一つは、化学産業という僕のやっぱり同級生がいまして、えー、と電源会社に行った男なんですけど、えー、と2年か3年ぐらい前かな、佐藤栄作さんの事件のときにたまたま会うんですが、えー、そのときにですね、前田君、東電で技術力があるのかいって言葉ながあるんですね、つまり、そのぐらいの企業の中には安全文化っていうのはあまりないんでしょうか。 それともう一つはクラーベンの法則ってご存知ですかクラーベンさんっていうのは原子力科学者ですねクラーベンさんクラ,ベンクラーベンさんっていうのはケネディの時代の海軍,海軍の顧問だったんですケネディは,ケネディはああの結局原子力潜水艦を選んだんですね武装に、はい、彼は海上基地を選んだんです 海上基地をそこででで飛行機でやろうと思ったんです、うん、そして2回目の原子力潜水艦が落っこった時の引き上げの総責任者なんですよで彼自身は原子力科学者なんですで最後、あのー、マサチューセッツ工科大学の海洋学部長になりながらやって、うん、沖縄科学の僕らちょっとシンポジウムやってたんですねそしたら、えー、僕の学生時代のゼミの先生が君の呼んでくるクラーベンさんとクラーベン法則の 先生がいって聞くわけです国際法で高く評価されていたとでクラーベンの法則は何ですかと言いますとクラーベンの法則というのは原子力せあの発電所を作る時には完全なる環境アセスメントを終えた上で、で、ね、周辺住民の同意を取った上でそしてその賛成を取った上でやるべきだということだったんですねあのそれが国際法で高く評価されたんだという話を聞いた時に 僕らは自分たちの役人自分たちの仲間任務の政治家であってあのイエスって言わない人集まない僕らの文化があるような気がするんですよねそれを見てくるとやっぱし技術力だとか文化企業文化力っていうのは僕らの中にはないのかなって気をすごく受けるんですけどそれが今さっきのあの院長が悩んでたあの提言になったんだって気が僕なんか受けたましたんで。 そこらへんちょっと知りたいと思ったんです。あのところで、予す質問の用紙は。あれですね、あの、あれわれに、その、そういう文分分。文化、あるいは能力があるかないかいう。ううはい、あ、そういう質問してますか。<笑><笑><笑>これは、何とも、こう、どう、どうお答えするのか、よくわかりませんが。それと、まず。 東電さんの技術レベルがどうかというのはこれは私にはお答えできませんそれは、えー、ただし実は私はあの原子力安全委員長の時に、えー、各電力会社の現場を全部訪問しましたそしてあの1時間ほど、まあ、その時にあの聞いて頂いける方は来ていただいて大体いつも 200人くらいの職員が集まっていただいて「現職安全文化というのはどういうもんと私は考えてます」というまあそういうことをお話しいたしましてでその後でだい大体ご飯くらいに分けて数人ずつと実際に職場で働いている方数人ずつと意見交換をやりました。そそのののの時にに安全文化に関しておお考えととかかかあるいはれれぞれのお仕事での悩みとか何とかを えー、お聞きすするとといいますそういうことで,でしかしその時には上役の人は入らないいでくださいとあの実際に仕事してる方だけ来てくださいということでそれでまあ選ばれたのがどういうふうに選ばれたか分かりませんからそれは私もそこからまだ行きませんけどそれで何回かお話し合いをしまして全国の原子力発電所を回りましたで私の,その回った時のやり取りは原子力安全委員会の報告書として後にまとめましたが。 そのいろいろ悩みはありましたけれどもしかし現場で働いているそ,のそういう方々の技術力がひどく悪いとかあるいは安全に関するお考えが非常にいい加減であるとかそんなことは感じたことは一度もございませんでしたただあの電力会社によって非常に色合いが違うということは強く感じました。 でまあ、それはあの、これ以上言うとあまり悪口なんでやめますけれども、とにかく従って、原子力という技術云々ではなくて、やっぱりそれはその企業の,あの性質、形、姿勢、それによってもう十分変わりうるものですしで、安全確保のために望ましい形に変えていただくことは、私はこれはできると思うんですね、はいえー、続いて、はい、あじゃあ、そちら、その後 えー、喉を痛めているもんですから、ちょっと失礼します。喉を痛めておりますので、えー、皆様ゆっくりお聞きいただきたいと思いますが、聞こえますか？ちょっとちょっとあの聞き取りにくいですね。にくいですね。マイクなんか他にないですかね？そっちのマイクだった。 これなら聞こえますかあえー、個人会員の主をやっています。えー、一つですね、トランスサイエンス、関してお聞きしたいのですが、第一点は、地震の震源地での規模を表すマグニチュード9.0というのは、原子力安全委員会が評価すべきリスクの範疇とは違うものではないかと。要するに、福島第一原発に到達した地震波のエネルギーと、 津波の大きさによって、それが未曽有のものであるのかどうなのかを評価するのが、原子力安全委員会の評価の基準ではないか。例えば、マグニチュード9.3という、それからトランスサンシェ今までの全く違う仕組みで起きた地震が起きたとして、地球の裏側でそれが起きたとして、福島原発にな高か,か300ガルの地震動が来たとして、第一原発が壊れたときに、それを 未曾有の地震でトランスサイエンスであるから想定外であるというふうに言えるのかどうかということだけですそれは一点ですご理解いただけましたかマグニチュード9.0はちょちょっと申し訳ないですけどちょっとあのおっしゃる意味がよく私に止めなかったんですすあのでもうちょっとこの辺でい,<や> <laughs> いえそうではなくてお分かりいただけると思うんですがマグニチュードというのは 地震の震源のエネルギーの規模を表す数字ですで、原発で評価すべきはその原発のサイトにどれだけのエネルギーが到達してどれだけの規模の津波が到達したかです地球の裏側で10.0のマグニチュード10.0の大地震が起きようと福島原発サイトにどれだけの振動が来て津波が来たかで それは評価されるべきものですから、9.0をもってトランスサイエンスというのは極めて不可解だと。それはとても科学者の言葉とは思えないなというが第一点です。第二点は、え想定地震。要するに、残余のリスクでもって、震源を特定せずに想定しなければならない地震の大きさをもめぐって、 新体新指針で安全委員会で随分議論がありましたよね。それで、それを巡って地震学者、だけど先生は原発反対派の学者の方もいらしたのでとおっしゃいましたけれども、原発に反対かどうかではなくて、地震学者として合理的な意見を述べたのかどうかで、全てを判断すべきであって、もしそういう視点で議論を眺めていらしたんだとすれば、少し疑問かなという点と。 そこでの議論で実際に震源が全く今まで見つかっていない道の断層が動いて大きな地震が起きた2000年に起きた鳥取県西部地震マグニチュード7.3直下型地下十数キロという地震を想定すべきだという石橋克彦神戸大教授の意見に対して全部反対意見があって 結果として電力、会社等が要請していたマグニチュー6.3という、極めて6.8というですね、極めて低い数値に収まって、その委員はおやめになった方、二人くらいいらっしゃらずですね。ですから、そういう過程で科学的合理性はどれくらい追求されたのかということを、科学者としてお聞きしたいと思います。以上2点です。 あのはい、わかりました。あの1点目の,のマグニチュード地震ではなくて、現場の振動によって、えー、原子力発電所の安全性を評価すべきであろうという。あの、それはまさにその通りです。で、実はそのマグニチュードを8だの7度の何度言いましても。 それがその震源と原子力発電所の施設がどれだけの距離にあってその途中にどういう地層状況になっているかによって揺れ方は全部違いますのでそれに関しましてはそれを入れた形でどう評価するかというふうに評価のモデルはできておりますので何もそのマグニチュード云々によって評価しているものではありません。それれはもしし私がマグニチュードだけを重んじているととう,うにご理解されたとしたら 私の言い方が間違った、間違ったというか、その適切じゃなかったというふうに思います。私としては。あの、そういうマグニチュード地震が、あの、原子力発電所にどう影響するかというのを直接的に言う。言うつもりはありません。ちょっとすいません。とあと、時間がありますので。はい、ちょっと聞こえないので、はい。で。 あの申し訳ありません。ちょっと聞き取りにくことあったんで、それからもう一つのそのその人の思想がどうだからあのその評価においてどうこうっていうそういうことはほとんどないと私は思います。と言いますのは。 原子力安全委員会の議論はすべて記録に残りまして、かつ公開されておりますので、そういう変にその反対派であるとかなんとかっていうことが、議論の内容を左右するという、そういうことはないと私は思いますそれでは、えー、っと時間が来ておりますが、あと、あとお二人、よろしいですか。はい結構です、はい、じゃあ 私個人会員の安部と申しますけどあの最後のところで、すね要するにあの冷,え冷える原子力の話あの高温ガスのね、僕はこれは非常にいいと思って大洗いに見に行きました、それでその実,験実証実験もかなり進んでましてですね、うん、あとはあの実際に商用化するときに来てるんですけどこれは、会議長が管轄してですね経産省じゃないんですよね。 だから、影調の段階でやってそういうふうなね原子力行政っいうのは僕はちょっとおかしいと思う、要するに高温ガスるのを本当に実感していれば中国なんかとか南アフリカはもうすでにやり始めてるんですよね、中国なんか特に。それを日本の国は今言ったように、効率化でね、軽水路が大きいところをどん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 ,どん開発して、そういうふうな。 今がするみたいな小さなものをやらないというところは僕は非常に問題があると思って今日、松浦さんの意見は僕は非常に最後のところがいいと思いますねで菊池先生がそう言ったってもその通りだと思うんですよね。やっぱり大き,い大きくなりすぎるということはやっぱりこれは問題があるし、うん、今後僕はだから、鍵長からですねあの大笑いの実験のあれをですね あの経産省に移して、ですねでこれは実際にそういうような商用化をするように進めていかないと、あれもぜ宝の持ち狂されですよね、僕も本当に見ってね、こんないいものがどうしてこんなところに埋れてるかと思ったし、松浦さんみたいな人はちゃんとそういうの見てるってうのはは非常にいいことだし、ぜひこれを、ね、商用化するようにやっていくことが、日本の原子力行政が非常にいいと思うんで、ぜひこれをやっていただきたいということをお願いします。 あのエールをいただきましてありがとうございます。えっと、それでは、あの最後の質問ということにさせていただきます。はい、あの毎日新聞の倉重です。ち二つ質問させていただきたいんですけど。ちょっと、もうちょっと。すみません、あのちょっと聞き取りにくいんで、あの。質問さ,、うん、させてもらいます。 やはりあの福島原発がですねやはり本当にこれからどうなるかということがですね一番やはりあの心配でありまして先ほどのお話を聞いていますとです、ねえー、まだ先が見えないけれども、まあ、あの東電のです、ね、工程表通り行けばこれがいい方の展開であるとしかし敵がですねあまりにも数が多いですよね、4つの原子炉とそれからプールもありますし、ね、だから今後、すね我々はどこまでね そのこの展開においてですね。えー、国民としてね、あるいは、まあ、ジャーナリストとで,ですね。覚悟をすればいいのかというところのですね。えー、率直なね、そのご悲劇をですね。ぜひ、聞きたいのが一点です。もう一点はですね。えー、やはり、あの、先ほど、やはり安全を規制するというね。お役目をずっとされてですね。確かに、アメリカとね、日本と比較して。 アメリカはやっぱ組織的にものすごい充実して,てあて、強力だというのは、ですねやっぱアメリカは唯一の,、ね、その原爆投下国であり、ですねしかも、えー、一番今、核をいっぱい持っている国だからね、そういうことだと思うんですね。それに比して、ですねやっぱ日本は唯一の,、ね、その被爆国という立場があると思うんですね。でそういう非常に大きなその歴史的ないきさつの中で、その何て言いますかね、規制をするときにね、 えー、そういったものが規制す,、ね、する立場に何らかの,、ね、あの影響を与えてきたのか、それともそれがやはり、えー、いつの間にか忘れられてきたのか、あるいは被害者だから関係なかったのかとか、そういう、ね、あのところをです、ね、ちょっともうお聞きできたらと思います、えー、最初のご質問の。 福島が今後どうなるかというこれはまあ私もそう簡単にあの答えが出るものとは思いませんが理想的にいけば福島第一原子力発電所の5号炉6号炉というのは特段の被害を受けているわけではありませんので安全評価がちゃんと今後なされまして地元の了解が得られれば あ奥島第一原子力発電所の5号路6号路それから第二発電所は、えー、技術的には再開が可能だと思いますしかしそのためには先ほどから何回か議論がありますように、えー、地元の方々の生活を侵すようなことはないコミュニティを壊すようなことはないというそして今壊れかけたコミュニティを どう直せたかということが、非常に厳しく問われるだろうと思いますね。それが、今後の残っている原子力発電所、福島の原子力発電所を動かせるかどうかの答えを出すことになるのではないかと思います。ただし、一号炉、二号炉、三号炉、四号炉に関しましては。これは完全に廃炉、そしてできる現場、完全解体をして、あとはもうそこには。 多分何も置けないかないしは解体するそのこと自身をあの私は国際協力のもとにあって国際的にあの原子力発電所の1号路2号路3号路4号路はそういうエマージェンシーアレンジメントに関する訓練センター あるいは高レベル廃棄物を処分するためのトレーニングセンターそういうことにしてあの数十年間国際的に役立てるというふうな道を取ってもらうのがいいのではないかなと思っております、えー、少なくとも1号炉2号炉3号炉4号炉をもう一度作り直してあこに原子力発電所を作るということは非常に難しいもう技術的にはほとんど不可能だと私は思っております、えー、それからえっと次の質問は何でしたっけ申し訳ない 安全規制でアメリカとか非常に充実してるん原子力エネルギーをあの利用する上でアメリカはあの原爆を投下した国だそれから日本は被爆をした国だ、まあ、そういう意識の違いが今まで現職行政あるいは原子力規制行政に何らかの影響を与えたことがあるかというそういうご質問ですが。 えー、これはどうも人によってあの多分答え違うと思います。で私自身の答えとすれば私はあの実は被爆という点で言いますと、えー、被爆をされた長崎の永井先生ですねあの方が自分が被爆を受けながらもこの現職のエネルギーというのは将来の 日本人の幸せのために使うべきだというふうに、まあ、書き残しておられるんですがむしろ私自身はその気持ちを受け継いでるっていうかそれからもう一つこれまあ不幸な結果に関するしかしそれを有効に使った例ですがあの長崎および広島で被爆された方々の。 被爆によってその後放射線影響がどういうふうに起こるか起こらないかということの非常にその多量の情報がそこからもたらされたんですね。でこれがある意味で世界のの被爆にに関すするるる評価をするへの一番ベースになっていわけです、まあ、そういう点でう被爆をしたという非常に不幸な歴史を我々は持ってるんですけれども。 逆に核が故にそに停戦量の被ばくというのはこういう現象をもたらすもんだよだから保守線防護はこうしなければならないという知恵を世界に発信したわけでありますのでその点は不幸がある意味で他の不幸を呼ばないための役,割に,果たし役になったという、まあ、そういうことを人々に認識してもらいたいなと思います。 ありがとうございました、えー、っと時間をかなり大幅に超過しましたが、丁寧にあのご説明いただきまして、ありがとうございます。